青の大樹、あそこにキーヤと全ての真実が待っている。準備はいいかな。星座が運用している強襲揚陸艦ですか？なあ、俺がいた頃から強襲揚陸艦を運用するっていう話は出ていたが、まさかもうあそこまで使いこなしてるのかな。今回の計画のため黒石家が資金を出したのかもしれないわね。どうやら結社の技術も使われているみたいだけど。アッパス、振り切れそうかい？なんとかしてみよう。ま、でかい上にごつそうだし、速度じゃ負けないんじゃね。中に巻かれた電磁嫌い？間違いありません。財団でも実用化されています。さすがに戦い慣れている。やってくれたね。右舷前方に回り込まれた。アッパス、対衝撃フィールド。了解だ。総員、しゃがんで衝撃に備えるがいい。よし、機首全面に対衝撃フィールドを集中。嫌い源を強行突破しつつ、そのまま退治へ向かうよ。了解だ。やりやがるな。アンカーで捕まえて白兵船に持ち込んでやるつもりだったが、我らもまだ空中戦の練度は不足しているということだろう。まあ、あとはシグムント様たちに任せておけばいい。お嬢と副団長が羨ましいぜ。あんな凄そうな場所で存分にやりやるんだからな。ここは本当にあの大樹の中？
確かにでかい木だったが、ここまでじゃねえだろう。空間そのものが歪んでしまっている。見つけて、私を見つけて。あったのとはまた別の体重。無数の光が木に吸い込まれていますね。なんつうか動力ネットの概念イメージみたいだな。それにしてもシャッターチャンスばかりだわ。ここより先は重力の歪みが発生しているためメルカバを進められないようだ。徒歩で行くより道はなかろう。やれやれ面倒だね。まあ外にだったらメルカバで離脱もできそうだ。いざとなったら大樹の外に出ることもできると思うよ。そうか、わかった。いずれにせよ探索班と待機班を決める必要があるだろう。悠長に眺めている余裕はない。すぐに動くぞバニングス。はい。あの大樹のどこかにキーヤがいるはずだ。絶対に何としても見つけ出してみせる。
撃的、注意してください。あっ、そこだ。おっしゃ、私の番です。分析を完全に入手しました。そこだ。よし、そこだ。行きます。デミガンの取り戻し、行くぜ。ぜおっしゃ、ぜちょろいぜ。そこ、敵接近、注意してください。あっ、おっしゃ、ぜやっ、立てた。はい、私の番です。分析を公開です。ゲットです。行くぞ。さあ、行きます。えい、おっと、ダメージ。私の番ね。よし、させるか。はい、助かりました。行くぞ。やっ、その程度俺たちは止められない。
全力で行かせてもらうぞ。そこだ、そこだ、行くぜ。私と任せてや。そこだ、そこだ、おとどいしやがれって。はっ、ほらほら邪魔すんじゃねえ。任せろ。はっ、私の番です。へい、行くぞ。迎撃完了。みんな先に進もう。私の番ね。俺も行くぞ。はい、へい。敵集団撃破しました。分かってきやがれ。やっ、分かります。おっしゃ、はい、はっ、はい、はっ。迎撃完了。先に行きましょう。
私の番ね。任せろ。ほらよ。はい。デミガンに乗りなさい。行くぞ。やめや。よかった。ここは通らせてもらうわ。はい。デミガンマンに乗りなさい。さら。私の番ね。今だ。任せろ。ほらよ。俺の番だな。さあ、勝つ。任せたぞ。俺の勝つ。
ちょろいぜ。そこ、やる。速攻で蹴りをつける。やった。ハッカー。行くわよ。そこ。おっしゃ。行きます。リカバー。これで大丈夫。行くぞ。そこ。また。行きます。俺のステア。よし。もう大丈夫だ。
行くぞ。やるじゃない。俺の番だ。え、はい、よし、ストップ。
ける。ここは俺たちのターンだ。光が開花。
やっ、敵接近、注意してください。あ、えっ、行くぜ。私そこです。私そこ、そこだ。守りたい、このクロスベルを。やっ、かかってきやがれ。私の番です。デミガンの突破、任せて。はい、任せろ。行くぞ。はっ、任せて。さあ先を急ぎましょう。かかってきやがれ。行くぞ。行くぞ。メテオ。行くぜ。さて、リカバーこれで大丈夫。ありがとう。え、
ここは。なんだ、バリアみてえなのに覆われちまっているが。おそらく何らかの結界だと思いますが。中央のはともかく、左右のものは何なのかしら。それらは領域に通じています。ベル、ベルなの？エリー、もちろんですが、ようこそ青の大樹へ。あなた方に来てもらってキーヤさんも喜んでいるでしょう。いい？むしろ悲しんでいるのかしら。ベル、あなた、あなたたちの意図はともかく、何が何でも俺たちを阻むつもりではなさそうですね。ええ、この神域はキーヤさんの内面そのもの。あなた方に来てほしいし、来てほしくないという心の現れもそのまま反映されています。それが徘徊する守護者という形で現れているというわけですも。そんな仕組みが。精神的な内面だけでこれだけの空間を構築したのか。ですが最後の宴です。より楽しんでいただけるよう別会場を用意させてもらいました。それがそれらの門ですわ。別会場？おいおい、もったいぶるのはやめてくれねえか。簡単なことですわ。この神域がキーヤさんの内面を反映しているように、それらの門には他の方々の内面を反映した領域へとつながっています。他の方々？もしかしてエニシのある者がいれば別会場に入ることも叶いましょう。では案内はこれにて、本会場にてお待ちしていますが、あなた方が無事生きてたどり着けたらですけど。ベル、さすがに戯れが過ぎるな。だが中央の門はともかく、左右の門に入ることはできそうだ。問題は誰がその先にいるかですか。まあとりあえず試してみようぜ。どうやら関係のある奴がいねえと中には入れないみてえだし。そうだね。